チャッカー。そんな即答しなくても。うちの寮はペットの持ち込みも禁止してる。毛が落ちるからな。嘘つけ。お前らの方が俺様よりよほど毛がふさふさしてるじゃねえか。それはそれ、これはこれっす。だいたいな、空き部屋の掃除なんか何ヶ月もしてねえし、寮生どものガラクタ置き場になってんだろ。2匹もどこに置いとくつもりだ。お、そうだ、こいつらレオナさんの部屋に置いとけばいいじゃないっすか。はぁ、おいラギ、言葉は慎重に選べよ。口を縫い合わされたいのか。だってレオナさんは部屋に召使いがいるのとか慣れっこでしょ。宿代代わりに身の回りのお世話は全部そいつらにやらせればウィンウィンじゃないっすか。グルルラギてめえ。いやー、俺まだ両対抗マジフト大会の時の傷が癒えきってないんすよね。魔法薬を飲んでまで魔法使ったからか、ハードワークはしんどくて。何せレオナさんのために命張っちゃいましたから。こいつらがレオナさんのお世話を手伝ってくれれば治りも早くなる気がするな。ち、小賢しい野郎だなてめえは。やだな、嘘じゃないっすよ。だがそう簡単に俺のそばに置いといてやるわけにはいかねえな。おいてめえら、ちっと来い。はい、お呼びですか寮長。おてめえら、マジフト大会前にサバナクローにスパイしに来てた奴らじゃねえか。逃した獲物が自分で帰ってきた。うちの寮生と勝負しろ。勝ったら駒使いとして置いてやってもいい。たった3日とはいえ、サバナクローにか弱いお荷物を置いとくつもりはねえんでな。なめんじゃねえ。これに締められたいな。いいでしょう。そうだね。いかがでしょう。渋ってえな。覚悟はできたか。参ったか。許可し、わかりました。見ていられない。もう遅すぎる。強気だな。こうしよう。ダメだ。ほら。考えたっすね。え？何やってんの？まだまだ。もう十分でしょ？バイバイ。てめえら、草食動物にあっさり負けやがって。俺の顔に泥を塗ってんじゃねえよ。約束は約束なんだぞ。3日間寝泊まりさせろ。少しでも騒がしくしやがったら、3日経ってなくても即座に外に放り出す。分かった。はあ、とりあえず野宿は免れたんだぞ。じゃ、ジャック君は余ってる布団をレオナさんの部屋に運んでやって。了解っす。ラッキー、これで3日間は俺の雑用が減るっすね。ったくあの野郎、聞こえてんだよ。後で覚悟しとけ。ほら、草食動物ども、ついてこい。ちんたらすんな。おー、なんかワイルドな男の部屋って感じなんだぞ。ちょろちょろすんじゃねえよ。さて、俺はもう寝るが、俺の眠りを妨げたら平たく伸ばして食ってやるからな。
さ、3秒で寝たんだぞ。